皆さん、おはこんばんちは。ミラクルゴルファーのマモプです。今回の動画なんですけど、先日ねコースに行った時の、ショットの映像をね、自分のショットの映像を見てちょっと思ったことがあったので、そちらをこう動画にしていこうかと思ってます。まずね、この先日の動画をちょっと見てください。まあ、これがですね、ドライバーショットなんですけども、ちょっとやはり何ていうんですかね、こうトップの位置がねこう小さくなるというか、まあこう小さく見える、まあ、後方のね映像からだとよく分かるんですけど、体に近いというかね、そういう形にまあすごく見えるんですね。でこれが、まあ、ちょっと自分でも納得いかないなと。以前ですね、私もともとドライバーイップスになりまして、一時ゴルフを離れたことも経験しました。で その部分っていうのが、やはりそのトップの位置っていうのがね非常に大きくて、でもともと結構オーバースイングで、まあ、この動画で見るとね、まあ、こっちの方が分かるかな、こういうこのぐらいだったんですね、はい、でこの切り返しのねこの部分でどうしても合わないと、ね、こっちから見るとここからこうなるんですね。こうなる。近くてこうなる。はい。これがね原因でした。で、これを、踏まえて、まあ、直してきたりとかいろいろしたんですけども、まあこれ最近また競技に出ることがあったりとかして、こういったちょっと緊張感のある場面でね、やはりそういう癖がまた出てくると。でこれ癖っていうのはやはり治るっていうのはなかなかなくて、やはりこう修正しながらこう、まあ持病みたいなもんで長く付き合っていく必要があります。でこれを、ちょっと今回ね、このオーバースイングというか、このね体がこうトップが小さくなっているこの部分を一気にこうね修正していく、その修正していく、練習をねご覧いただきながら何か参考にしていただければなというふうに思ってます。まあ、行ってみましょう。はい、ということで練習していきたいと思います。まあまずね、トップが、まあ、大きいとかね、オーバースイングとか、まあ、ここ近いっていうのがね結構あるんですけど、これをね修正していくっていう形なんですけど、まあなかなかね簡単に修正することはできないんですけど、私の場合、まあ、何通りかいろいろ練習方法を考えてまして、まずそうですね、実践していきましょうか。まず今プラクティス用のアイアンのプラクティス用のアイアンねの7番アイアンを持っているんですけど、これで、まあ、通常通りちょっとね 70-80% ぐらいで1回打ってみます。何も考えないでまず打ってみます。はい、こう見えるかな、あ、これ動画でちょっと見えないかもしれないですけど、まずね、はい、打ってみます。で今のキャリーがこれ距離150ヤードと出てます。で今ちょっとね、見えるかな、画面見えますかね、画面に出します。はい、ここから、まあ、アドレスからバックスイングを上げて、ここですね、これトップの位置です。はい、
でトップの位置、まあ、今トップの位置が、まあ、そんなに、ね、上がってないですね。この辺で手の位置がここですね、はい、でこちらの画面でいくとトップの位置がここと、はい、でこれがですね、わかるかな、よいしょ、この手の位置がですね、右の画面でいくと、この手の位置、ここがですね、ちょっとね頭に近い、まあ、ここにこの頭のこの部分に近いですね、これを修正していくということですね。なのでちょっと今こうチェックしておきましょうかね。シャフトがこの位置で手がここと、はい、で、まあ、腕がねだいたいこのぐらいの角度、はい、ですね、はい、でこれはちょっと、肩がね少し回りすぎている部分があるかなっていうふうには思うんですけど、まず修正としてこの150ヤードを今の位置からだんだんトップを小さくしていって、この150ヤードはどこまで打てるかっていうところなんですね。で先ほどのトップの位置から自分の中で 70% ぐらいの位置に上げて150を打つと、まあ、そうするとね、まあ、距離が出るということで、はい、で 70% ぐらいじゃダメなんです。これまずとりあえず 50% この辺ですね、イメージとして無理なんですけど、この位置から打つと、これも距離が出ましたね、はい、距離が出てなおかつバックスイングを小さくしていくと、うん、もう一回見てみましょうか。先ほどの線の位置と比べてみましょう、ね、手の位置変わらないですね、はい、ただちょっと手が頭から離れました。そしてシャフトも、まあ、まあほぼ変わってないですかね。このほんのちょっと変わったことによってタイミングが少しチェンジしていきますね、良くなっていきます。でオーバースイングを直すときに一番苦労するのはタイミングが合わないことなので、このタイミングをね合わせて打つということを大事にしていきたいと思います。であと今のはね こっちトップの位置から下げていってきました。なので逆ですね、小さい位置から今度どの辺の高さまでいくと150が打てるのかっていうのをまず確認していきます。なので最初は腰ぐらいの高さですね、はい、90ヤードでした、うん、明らかにねこの辺の位置、はい、でもうちょっと上げてね、はい、もうちょっと上げましたね。これでね150いっちゃいました。はい、っていうことはこの位置で実際いいということですね。ちょっと見てみましょうかね、よいしょ、ここですね、はい、肩のね回り方は悪くないですよね。そして手の位置がちょっと低くなりました、まあ、ちょっとさすがにねこれハーフショットっていうぐらいの感じですけど、まあ、この方がね素直に切り返しから降りてくるのが分かると思います、
はい、でこれは今プラクティス用のねこう練習器具でやっていました。で同じことをドライバーのね同じことをドライバーで、ね、やってみきたいと思います。今のを踏まえていくと、バックスイングはね小さいとこから合わせていった方が合うかなっていう気がするんでね、まあ、まずちょっとフルショット一回してみましょう。はい、見てみましょうね。はい、トップの位置、手の位置がねここですね。まあシャフトはねそんなに入ってないんですけど、まあ、手の位置が頭に近いですね。まあ、一つはちょっとね肘が曲がってる部分はあると思います。なので、まあ、これもね踏まえて一回小さいところから打ってみましょうかね。まずね腰ぐらいからね、今ので250ぐらいいったんで、そこを一つの目安として、大事なのはタイミングをねしっかり自分の中で確認すること。リズムはねいつもと同じリズムで打つようにしましょう。今のが218-220ですね、リズムですね。フルショットでこの例えば 1-2-3 で打ってるとしたら、小さくしても 1-2-3 です。もうちょっと大きくしてね250目指してみましょう。あ、いっちゃいました260いっちゃいました、はい、うん、ってことは自分でこのスイングを上げていってこのくらいがいいっていうことですね。はい、ちょっと見てみましょう。数字的にも悪くないですね。うん、そんなにねスイングが変わってないんですけど、ちょっとシャフトが、うん、入りましたね。はい、このぐらいがねいいってことですね。なんならもうちょっと小さくてもいいぐらいですよね。なのでそういう時は小さく早く振るイメージをねつけます。でタイミングは 1-2-3 でいきます。うん、これもちゃんと距離が出ました。もう一球いきましょうか。もっとねトップ小さくして早く 1-2-3 ですね。ちょっと先っぽに当たりました。こう数字的にはボールスピードも出てるんで、もう悪いショットではないですね、はい、ちょっと左にかぶった感じですね。うん、トップの位置もね今のでそんなに悪くないですね。うん、少しだけコンパクトにね変更できて、その分だけちょっと切り返しでちゃんとインサイドから降りてくると
いう形が作れているかなと、はい、よかったですね、はい、ということで、まあ、あの誰にでも、ね、できるということではないですし、オーバースイングは、ね、決して悪いということではないです。オーバースイングでもタイミングが合う人はそのタイミングで打っていくべきだと思いますし、タイミングが合わないんであれば自分が一番タイミングが合うポイント、トップの切り返しとかね、そこをねよくチェックして見つけていくと、こう安定したショットが得られると思います。はい、基本的にはバックスイングで腰まで、まあ、いわゆるハーフウェイバックって言いますけど、腰まで上がったら、まあ、トップの位置は完了だと。でここから今度下半身っていうのはダウンスイングに入るんですね、ここからね。なので腰までは一緒に動いて、まあ、前にも私の動画でもやりましたけど、腰まで一緒に動いて、このまま腰は終わりなんですね。ここから腰はダウンスイングに入るんです。で腕だけ上に上がって打ってくると。なのでバックスイングっていうのはそんなにね大きく必要がないというか、その大きくなっても距離が変わるわけではないので、自分の一番合うタイミングをね見つけることが大事だということになります。ちょっと簡単に今回はお送りしました。もう少しね、皆さんのご意見などがありましたら、それを踏まえつつもっと細かく、掘り下げていけたらなと思ってます。今回はこのぐらいで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。